サッカーのオランダ一部リーグのユトレヒトは18日、J1 名古屋から期限付きで加入した前田直樹が足を骨折し、手術が必要で数ヶ月離脱すると発表した。今季中の復帰は絶望的となった。残酷すぎるな。前田は敵ながら、本当にあっぱれな選手だったので、非常に悲しいです。完治して、海外挑戦の続編を期待したいです。まずは、怪我直してください。27歳の前田の契約は今季終了まで。前田は、ユドレヒトのクラブ公式サイトを通じて、次のようにコメントしている。数ヶ月のリハビリが待っており、つまりユトレヒトでの最初の試合が、最後の試合となります。ヨーロッパでサッカーをすることは僕の大きな夢でした。そして、ユトレヒトがその機会を与えてくれたことで、夢が現実となりました。アヤックスと対戦するホーム戦ということで、デビューを本当に心待ちにしていました。残念ながら、すぐに怪我をしてしまい、今のところ僕の夢は壊れてしまっています。それでも、夢を諦めたわけではありません。なお前田は、今後について、名古屋グランパス、ユトレヒトと共に治療方針を話し合い、これからは回復に全力を尽くします。名古屋グランパスからレンタルでユトレヒト入りした前田は16日のエールディビジ第19節アヤックス戦でスタメンに。右ウィングとしてデビュー戦を迎えたが、試合早々に相手のアルゼンチン代表 DF リサンドロ・マルティネスのタックルを受けると、左足首の負傷で11分に交代を強いられる。0から3で敗れた試合後には、現地メディアが全治4ヶ月の重傷を負ったと伝えられていた。それを受け、ファンルーン氏は AD に非常に不運だが、彼は日本に帰ってもいいだろうとコメント。リサンドロ・マルティネスはボールをプレーしたが、彼ら南米のプレイヤーのタックルは容赦ない。オランダへようこそと言わなければいけない。とても悲しいが、残念ながらこれもフットボールだとも語った。グランパスファミリーからしても悔しい。直樹には成功してほしかったし、成長して帰ってきてほしかったけど、負傷したから契約延長か買い取りでまだチャンスをあげてほしいけど、日本のファンが言った。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。ライクして下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。